お疲れ様です。まあ、例のね、お坊さんの会話なんですけどもね、まあ、いくつか、その後に展開があるんですよ。続きが。いくつかのパターンがね。で、それは後世の人が多分後でこういうふうにしたんじゃないかなっていうふうに考えたのが伝わってるんですけども、まあ、例えばね、目の前に飢えて苦しんでる人がいる。で、その人に食事を与えるべきなのか、それともその自然の摂理に任せるべきなのかってことなんですけども、ある人はね、食事を与えるわけなんですよ。食事を与えて、で、次の日に食事を誰が与えるかっていうのは次に出会った人の選択だっていうことなんですよね、うん、だから今日は自分ができることをすればいいし、次の日にはもしかしたら自分はできないかもしれないけども、その時は自分じゃない人がね、何かをするかもしれないし、しないかもしれないということで、今日だけ与えてもしょうがないじゃないかっていうのが、今日与えない理由にはならないっていうことでしたね。で、もう一つが、与えようと与えまいと、その人の命数はその人が決めるから放っておけばいいということなんですよね。で、そもそも放っておくって概念なんですけども、お坊さん自身が食料を持ってないんですよ。だから宅発しないといけないんですよね、お腹が空いたら。だから結局目の前に食事に困ってる人がいても何もできないよねっていうところが、普段の暮らしから来た判断だということですね。で、3つ目が あったんですけども、それは自分が食事を与えられるわけがない。そして、まあ、命運に任せることもよしとしない。その場合どうすればいいかっていうと、宅発を教えてあげるってことなんですよね。つまりよく言われることなんですけども、魚を与えるんではなくて魚の取り方を教えてあげるんだってことらしいです。そうやって自分で生きていく力を、知恵っていうものを伝えることはできるでしょってことらしいんですよ。これ全て後から誰かがくっつけたサイドストーリーなんですけどね。で、結局何をするべきか、何をしないべきか、やったことに意味があるのか意味がないのかっていうのは、その瞬間にはわからないことが多いと。すでに答えがあって、公式のようにそれを当てはめれば、そこには最初から意味があるっていうことが、まあ、決まってるわけなんですけども、大抵のことはどうなるかわかんないけどやってみるってことの連続なんですよね。で、後から答えが出てくる。後世の歴史家なり、その話を聞いた人が後付けで理屈をつけるっていうことらしいんですよね。だから堀江さんがね、そんなこと聞いて意味あるんですかって答えましたけども、言われてましたけども、まあこの説法を中心に考えてみると、これは知恵のあるこう答えではないよねって。意味があるかないか、この瞬間にはないかもしれないが、次の日や翌月には意味が出てくるかもしれない。で、人生ってのはそういうもんだ。もしくは今日意味があっても1週間経ったら、実はそれがね、何の意味もなかったじゃないかなってことに変わることもある。諸行無常ってことですよね。じゃあね、赤字しか出なかった麻雀店をやっていて、意味があったのかなかったのか、ね、今となっては意味があると言えるんですけども、当時はただ意味がなかったと言えるのかなと思いますよね。これあれにもつながるんですよ。中国のほら、万里の長城ね、西洋が馬っていう話ですよ、うん、おじいちゃんがちょっと病弱な馬を飼っていて、で、周りの馬に比べるとね、使えないなっていうふうに言われていたんだけども、おじいちゃんは気にせずにその馬を大事にしていたと、うん、で、近所に住んでいる人の馬はみんな元気でね、すごく体格も良くってって感じだったんだけども、いざ戦争が始まるとそういう馬は全部持ってかれてしまったと。で、おじいちゃんの馬は元気がないからっていうんで徴兵されなかったわけですよね。まあ、そっからの話ってのは長くなるんで割愛しますけど、意味があるのかないのかっていうのは、まあ、その瞬間意味がないことでも後々意味が出てくる可能性が強いということだったですね。意味がないことでもやってみると意味が出てくることが人生多いよってことです。お疲れ様です。